藤本和俊先生におかれましては、マルチメディア教材を利用した建築音響教育活動に関する長年の貢献により、2018年日本建築学会教育賞教育業績を受賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、この度記念のインタビューとして教育賞選考委員会委員長と環境工学委員長を務めます岩田より受賞の感想や受賞業績の内容についてお伺いさせていただきます。個人的にもすごく楽しみなんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めにまず受賞の感想ということでお聞かせください。はい、このような、立派な賞をこの度いただくことになりまして、大変身に余る光栄と思っております。まずは直接にご推薦くださった音環境運営委員会、そして推薦の母体を務めていただきました岩田先生委員長なさっておられる環境工学委員会、それから私の地元九州の九州支部からもご推薦いただきまして、そういう方々のおかげで、この受賞にこぎつけたものと思っております。また後ほどお話の中で出ると思いますけれど、私の今回受賞対象となりました業績のメインはマルチメディアを使った教材作りということで、私一人の力でできるようなものではもちろんございませんで、たくさんの方々にご協力いただきました。今回の受賞はその代表者として受け止めておりまして、この場をお借りして、お礼申し上げたいと思います。それでは早速ですが、受賞業績の背景とかそれから内容ですね、はい、の具体的なことを お話しいただきたいんですが、はい、学部の4年生の時に卒業研究として建築音響を専攻されている先生の門、もう随分前に亡くなら30年以上前に亡くなられた坂田信介先生ともおっしゃる方ですが、その先生の研究室の門を叩いた時から音響の研究に、が始まってました。先生ご自身は今でいうところの地球環境だとか人間のと環境の関わりとか、もっと広いことにご興味おありで、必ずしも研究室の中で建築音響のっていうようなことだけをやってたわけではありませんでしたけど、私自身はもともと音楽に興味がありましたし、それで建築音響に関連したような研究をやりたいというようなことから研究室の門を叩きました。で、大学院にも一応修士課程まで進みましたけれど、建築音響にやっぱり関連した仕事に就きたいなと思いまして、竹中工務店というところの技術研究所に採用していただいて、そこでそういう研究お仕事に携わることができました。大学にまた戻って退職するまでそういう道を歩むことになりました。教育を自分でやるようになってみますと、建築音響っていう教育をやるのに音を聞かせながら教えることの方がずっといいだろうという思いはありました。で、岩田先生もご経験だと思いますけど、はい、建築の学生にとって環境工学もやや関心がない、ましてや建築音響はもっとないというようなそういう分野でして、だけども、問題は山積みですね。建設会社の中にいる時も仕事も多忙を極めておりました。で、大学に戻ってからは直接そのトラブルのとかいうようなことに直接関わることはそう多くはありませんけれど、やっぱり問題としては重要だというふうな認識を持っておりまして、学生に興味を持って建築のことを教えて音響のことを教えてるんだから、しっかりやっぱり学んでいただきたいなという思いは持っておりました。建築音響の大家であられる先生が建築の図面を見て音を感じられるような技術者を育成するんだと、それを伺った時に大変感銘を受けまして、私みたいな若造でも、そういうものに一歩でも近づきたいなというような思いがすごく感じました。で、そんなことをやるにはやっぱり学生にまずは興味を持ってもらわないといけないということで、そのためにはどうすればいいかということを少し考えました。音を聞かせるとか、分かりやすい絵でできれば動画で提示したいとか、楽しみながら練習問題をやるとかですね、そんなふうなことができるようになればいいなという思いを持っておりました。ただ例えば音を作るとか動画を作るとかいうような技術の面を考えた時、当時のコンピューターだとか技術はまだ全然そういうものができるような状況ではありませんで、若い方に言ってもほとんど分からないと思いますけど MS-DOS ですね、そういうような時代で、その中で音を扱うというのは
編集するとか音を作るとかいうのはもうとんでもなく大変な時代でした。でそういうことをこう大変だなけどやりたいなっていう思いを持ってた時に、やっぱりあのインターネットがだんだんこう耳に入ってくるようになって、九州大学でも研究室に1個だけ電子メールのアドレスをあげますよ。アドレスってなんかよく分からないし、電子メールって一体どんなものか分からない。でホームページとかでアクセスすると一応見れるんですけど、ソフトウェアはもちろんありませんね。ネットスケープとかなんかすごく懐かしい名前ですけどね、そういうようなものをこう使って見るとなんか見れるようになる。でこんなものができるようになると、きっとなんか映像とか動画とか音が聞こえたりするわけですから、なんかやれるんじゃないかなっていう思いがありまして、まあ、そんな勉強を少し始めました。ただそのやれるような技術が少しずつはできてはいるもの、できつつあるなっていう気はしましたけど、自分一人ではとてもできるものでもないので、建築業の仲間に声をかけたところ、みんなやっぱり同じような悩みを持っておられたの で特にあの九州は割合その建築音響の先生がたくさんいらっしゃいまして、先生方にも声をかけたら非常にあの賛成をしてくれまして、まあそれでまあこんな教材を作ろうかというようなことがからスタートいたしました。でみんなやっぱり同じような悩みを持ってたので、あの議論はすごくスムーズに進んだように思います。音をこう作るということだけではなくって、どういうふうなこう内容にすればより理解していただけるかっていう、してもらえるかっていうようなことも含めてですね、まあ、いろいろ議論をしたように思います。まずは最初にやったのは、ホームページ上でそういうこう学生が自分で自習できるようなものをこうデータベースとしては作ろうかというようなことをまずターゲットにして、でそれを作りました。私自身が作ったものはごく一部なんですけれど、落ちのないようにまんべんなくとかいうような、そういう調整役を私自身が、主導して作ったように思います。で九州大学の私の研究室の中にサーバーを立てまして、そこでまずは動かして、で熊本大学だとか鹿児島大学だとか大分大学だとか、九州共立大学とか、もう今建築なくなりましたけどね、そういう先生方のところからもアクセスできるようにして、今はもう当たり前の技術なんですけど、そういうことがほとんどまだ日常的にどうやってやったらいいかわからないような時代で、まあ今思えばよくやったかなとは思ってます。でも90年代からもうそうですね、Windows95 というのが1995年にできたんですけど、全然技術が変わりましたね。それまでネットワークなんていうのはもう全然できなかったですけど、 Windows95 だったらもうほとんどネットワークの知識とかあまりないものでもこうやって、まあ型通りのことをやれば一応つながってというようなことになりましたし、メモリーも圧倒的に多くなったから音の編集するのにも、あとパソコンの能力はありますけど、そういうようなことです。技術的には相当一気にこう飛躍したように思いますけど、初めこう学生用に作っておられて、私もちょっと使わせていただいて、はい、やっぱり効果っていうかは本当に実感できると思うんですけども、それをこう展開していかれたと思うんですけども、そのあたりってやはりご苦労されてるんですか？ですね、まあ作るのはやっぱり教材は大変ですよね、はい、でも作ったものを使ってどのように教育するかとかですね、はい、どのように広げていくかとかいうのは割合楽です。当初はまずうちわのメンバーだけで使いましたので、でみんな使い方としてはやっぱり多分アレンジして使ってたんだろうと思います。私も自分の講義の中で使うとか演習の中で使うときにはそのまんまっていうことでは決してないですね。やっぱりちょっとアレンジしてっていう、素材の提供みたいなことで考えて、はい、まあ、応用というのはそれ各、まあ、自分の得意な分野だとか、はい、教えたいとかいう部分ありますよね、やっぱり、はい、でも一方でやはり学務とか研究がありながら、それすごく労力のかかることをこう、はい、進めてきた原動力というのはどういう、自分では一人ではとてもできないので、はい、まあ、お互いにこう分担することで全体ができるようにしましょうよっていうような、そういう気持ちでお互いやりましたけどね。それだけみんなが協力したっていうことは、みんながやっぱこれが必要、やっぱりそういう音源とか教育用のそういうものが必要だっていうふうにもう当時から考えていたっていう、やっぱり建築の本業の先生方割合を持ってたんじゃないかと思いますけどね、はい、ただまあ
やっぱり研究は皆さんやっぱり業績に直接結びつくとか、なんかいろんなことがあってやられますけど、はい、教育はなかなか今はだいぶ変わりましたけどね、はい、教育にこう力を注いだっていうのは当時ほとんどいなかったと思います。で、私とりあえずなんかその実習システムを作って国際会議だとかそういうところにお話ししたりとか、例えば私の専門でいうと音響学会だとか騒音制御工学会とかいうところもありますけれど、そういうところでもようやく音響教育が必要だとかいうので新しく委員会が立ち上がったりとか、そんなことになりました。それより前はなかったと思います。それと実務者へも展開されてると思うんですが、はい、大学の先生としてやっぱりでも実務者にもそういう教育が必要というふうに。ですね、それはまず今学習実習システムのことを申し上げましたけど、やっぱり それを使って、自分の話を講義をする中で使いたいなっていう気持ちが出てきて、じゃあもう一回講義用にも作ろうかっていうことで、新しく全面的に中身を変えたっていうわけではないんですけど、講義にやっぱり使いやすくなるような、まあ、今でいうパワーポイントですけど、パワーポイントで直接こう動かせるように、書き直しをしたとか追加をしたとか、まあ、そんなことを2番目にやりました。それで随分なんていうか教育はやりやすくなったかなと思います。やっぱり自習しなさいって言っただけではなかなか学生も見てくれないんでですね。音環境に関しては、はい、先生が学生だった頃のアナログからデジタルになってみたいに、どんどんすごく変わったと思うんですね。そうですね。はい、そうすると、まあ、今のその音環境教育とか、それから音に限らずやっぱり環境工学の教育とか、そのあたりのこう動いていく先っていうか、どうあるべきとか、何かご意見があったらなかなか難しい質問ですけど、例えば音楽でいうと ポピュラー系の方々は電気音響を入れてですね、音を少し加工したりとかして、まあ、やってるのが普通ですし、むしろもうそれがやらないとできないぐらいですけど、クラシック系はやっぱり建物の中で、音がどのように聞こえるかっていうのは建築的に解決したいっていうようなところがやっぱり出てくると思うので、デジタルな技術に仮になったとしても、それがそのまんま音のに直接的に何かっていうことではないですね。で、やはりいろいろこう、私自身は別に音楽家でも何でもありませんし、楽器を演奏するわけでもありませんけれど、そういう方々とお話をしてもやっぱり彼らは響きがいいとか艶がある音とか、バランスの取れた音になるとか、そういうものをやっぱり好みますし、電気音響的に加工したものは好まないですね。勉強するという段階ではもしかしたらそういうことをやってもよろしいんじゃないかっていうのは私素人的には思いますけどね。建築環境として、はい、やっぱり感じる感性がだんだんそういう音が溢れてて麻痺してきてしまうとか、そういう不安とかはありませんか？ですね、ちょっと話飛びますけど、はい、もう20年以上前でしょうかね、はい、ゲームをして、はい、子供たちがゲームをするっていうようなことがこうなってますかね、普通にないっていうような時代が出始めた頃、やっぱりちょっと危惧をしましたというか、はい、人工的な音を日常的に子供たちは聞いてますよね、はい、で我々もお年寄りですけど、やっぱり私なんか特に田舎で育ったので自然な音を聞いて育ちました。馴染みがあるものっていうのはやっぱりそういうものを聞くとなんかやっぱ私自身はホッとするとか気持ちが安らぐとかいうことがあります。で、子供とこう人工的なチンチャラチンチャラこういうようなああいうゲームの音を聞いて、しかも四六時中聞いて育つ子供は一体どうなるんだろうとかいうことはよく結構気にはなりましたけどね。今のところでもそれがなんかすごく影響があってどうだっていう話は聞いてないので、もしかしたらあんまり影響ないのかもしれませんね。先生が音的に好きな建築ってあれば、なんかそういう音から見たい建築っていうので何かあれば、まあ、お聞かせください。音を聞くための建物は結構いろいろ見てきました。国際会議でいろいろ行った時には大抵、まあ、夜はコンサートを聞きに行ったりとか、オペラを見に行くんですかね、うん、行ったりとか、そういうのはいろいろ経験してます、しました。それから私在外研究がイギリスだったんですけど、ヨーロッパに行くとまあ一番目立つのは大きい建物はカセドラルですね。イギリスにもたくさんカセドラルありまして、
それはもうあちこち動き回るたびに必ず行きました。ロマネスクとかゴシックとかそういう建築をだいぶ見ましたね。大抵行くとあのミサやってたりとかですね、なんかやってますから、中でどんな音になるかとかそういうことはあの、基本的には無料で聞けますね。あとやっぱりあの建築音響で有名なあの仕掛けがあるとかいうのではロンドンのセントポールなんていうのはささやきの回廊とかですね、教科書にも載ってるようなのがあるので、そんなものはあのやっぱり行った以上はやっぱり聞かないといけないので行きましたけど、何度か行きましたけどね。まあそんなとこでしょうかね。いい音のホールはどこですかとか言われるとこれとは言えないし、まあ教科書的にはやっぱりウィーンのミュージックヘラインだとかですね、そういうところは確かに良かったナイスですね。やっぱり綺麗な音になりますよね。ありがとうございます。そうしますとこれ今後ですね、はい、その音教育も含めてこれからの世代へのメッセージということで何かぜひ先生 の教育という観点からお話しいただきたいと思います。はい、やっぱりAI が発達したりとかですね、なんかこう何て言いましょう、ロボットで何でもやれるとかとかいろいろなこう新しい技術がこう入ってきますけれど、衣食住の一職を担う建築をやってる人間はやっぱり自分たちそのものがテーマであるし問題であるし、自分がそれをまたこう享受したりとかする立場ですから、やっぱりそれをきちんと技術を支えるのが我々 の役割だと思います。でそのためにはやっぱり新しい技術も含めて勉強することはたくさんありますけれど、それをやっぱり着実に勉強して実際にやっていかないと身につかないと思います。こう分かっててももう一度ちゃんと自分で やってこう納得のするまで、納得がいくまで測定をしたりとかその実験をやったりとかしなさい、分からなければ聞くのは構わないけれど自分でやりなさいって、自分でやることで身につく、逆に言うと自分でやらないと身につかないですよね。で身についたものをよく噛みしめて自分の頭で考えればどうやっていけばいいかっていうことはおのずから見えてくると思いますし、それがやっぱり基本だと思いますので、将来がどうだとかこういろんな世の中がどう発展するかとかとても私は分からないですけど、まあこれは基本的にどんな時代になっても変わらないんだろうと信じてますけれど、特に建築の分野ではそれはハイテクも使わなくちゃいけないですけど、ロボ的な部分もきちっと無視しないようにきちんと手を汚しながらやっていかないと前には進まないなっていうふうな思いはあります。先生はいかがでしょうか。いや本当にありがとうございました。なんかやっぱり教育に携わるものとしても教育業績のインタビューは難しいかなと思ったんですけど、本当にありがとうございました。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。